こんにちは。私の名前はリーです。私は茂宮本について調べました。宮本さんは1952年11月16日生まれで、今68歳です。園部県の出身で、ここまで園部県に住んでいました。1970年に金沢大学に入ってデザインを勉強しました。それから大学を卒業した後、1977年に任天堂に入って働きました。1981年に宮本さんはドンキーコングを作りました。28歳でした。とても難しかったが、宮本さんは有名なビデオゲームをたくさん作りました。マリオとドンキーコングとゼルダは有名になりました。私が今しているゲームはゼルダのゲームです。宮本さんはギターとマンドリンとバンジョーを演奏ことができます。漫画も読むのが大好きです。これは私の発表は終わりです。どうもありがとうございました。